こんにちは、スパオです。今回はメディアにはあまり出ないんだけれどずっと売れ続けている隠れロングセラー商品を5品お伝えしたいと思います。なかなかね、こう知らないと手に取らない商品がいっぱい出てくるので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。ではどうぞ。はい、まず1品目ご紹介します。こちらです。成城石井のティラミスです。はい、成城石井のティラミスというとデシカのティラミスが今はすごく有名なんですけど、それが発売される前からずっと昔から発売されているこちらのオリジナルのティラミスです。これね、添加物がめちゃめちゃ少ないんですよ。なのでとてもシンプルなんですけど本格的な風味を楽しめます。私が入社した当時から販売している商品なので、少なくとも10年前からずっと販売しているこのオリジナルティラミスです。作っているこだまというメーカーなんですが、こういったデザートからパン、あと成城石井で置いている生ハムなんかの加工も手掛けているかなり幅広い分野で見かけるメーカーさんです。成城石井で人気のデシカの生チョコティラミスと比べると、お家で作ったようなホームメイドなティラミスといった印象を受けます。このティラミス、エスプレッソの染み込み具合が結構強いです。これちょっと下で見えづらいんですけど、一番下にその層があるんですが、結構ひたひたに染み込んでいるので、特に夏場にはさっぱり召し上がれるんじゃないかなって思います。チーズの風味もいい意味でそこまで強くないので、万人に愛されるようなティラミスです。ちなみにティラミスという言葉自体、イタリア語で私を元気づけてという意味があるので、元気ない時はみんなでティラミスを食べましょう。デシカのティラミスって1個700円ぐらいするんですけど、こちらは4、500円で買えるので、より気軽に楽しめるんじゃないかなと思います。一応2、3人分はあると思うんですけど、私は余裕で1人で行けちゃいます。皆様はぜひ2、3人でシェアをしてください。はい、続いて2品目、同じシリーズの成城石井のレアチーズケーキです。これもね、ティラミスと一緒でずっと昔からある商品で、なかなかねメディアでは取り上げられないんですけど、かなりおすすめの商品です。こちらも添加物が、原材料が香料だけなんですよ。すごくないですか。で、レアチーズケーキってスポンジの上に乗ってたりタルトの上に乗ったりするものがあるんですけど、これは上のチーズの部分だけなので、チーズ好きにもぜひおすすめしたい一品です。レモン果汁が入っているので夏にもぴったりなデザートです。レアチーズ部分だけなので、正直ケーキと言っていいのか微妙なんですけど、とりあえずチーズ好きにはたまらない一品だと思います。レアチーズって基本的には生クリームとクリームチーズで作るので、結構重めな風味に仕上がりやすいんですけど、このレアチーズ、先ほども言ったようにレモン果汁が結構効いていて、全体的にはあっさりめに仕上がっているので、夏場でもペロッと食べれちゃいます。アルミ容器もなんだかハンドメイド感があっていいですよね。アルミだと冷えやすいので、最後まで味がボケることなく楽しめると思います。このままこうやって食べるのもいいんですけど、柔らかくて伸びもいいので、クラッカーとかクッキーに塗る禁断のレシピも実はおすすめだったりします。成城石井のデザートといえば自家製商品に目が行きがちなんですが、こういった他のオリジナルデザートも結構レベル高いんですよ。はい、では3品目、こちらも成城石井オリジナルのキーマカリーのミニナンです。成城石井では何も載っていないミニナンというものだったり、あとミニピッツァっていうのがすごく人気なんですけども、このキーマカリーのミニナンもずっと前から販売されているロングセラーの商品です。これね、ナンの上にカレーソースとチーズと、あとこの丸いのが、これジャガイモがスライスして乗ってるので、
結構ね、一つでも食べ応えがあって僕これ気に入ってます。おやつや朝食にもいいですね。成城石井オリジナルのミニナイやミニピザも手掛けているこのデルソーレという会社さんなんですが、冷凍ピザを日本に初めて紹介したと言われているピザ製造のパイオニアのようなメーカーで、こういった数多くの会社のプライベートブランドの商品の開発もしています。まさに小麦のプロフェッショナル集団です。品質は間違いないと思います。上には中辛のキーマカリーとチーズと、あとスライスしたジャガイモが乗っています。中辛といってもほとんど辛さはないものなので、お子様でも安心して召し上がれると思います。やはりこのナンの特徴といったら、やっぱりパンでは味わえないこのもっちもちな食感ですよね。強いて言えば少し具材が足りない気もするんですが、そんな時はチーズをプラスでトッピングしたり、ウインナーとかベーコンなんか乗せるとより風味が増して美味しいです。マヨネーズビーってかけても美味しいと思います。朝食やおやつの時などちょっと小腹が空いた時にこれ冷蔵庫にあったらほんと幸せだと思います。はい、では4品目ご紹介します。こちらです。手作り一口がんもです。がんもときって、豆腐の中に人参とかいろんな具材をこう詰めて揚げたものなんですけど、結構ね、油揚げみたいなこうふわっとした食感のものがあるんですけど、これね結構ぎっしりというか、もう豆腐に近いような、豆腐をギュッと固めたような食感なんですよ。なのですごく食べ応えがあるんですけど、ただ出汁を吸った時とか本当にふっくら柔らかと美味しいんで、もう僕はね、鍋の時以外にも夏場にも食べたりすることがあります。こちらの商品、有機大豆を 100% 使用しています。ガンモというより新魚、魚のすり身を揚げたものがあるんですけど、それに近い気もします。それくらい一つにギュッと豆の旨味が詰まっています。こうやって出汁で炊いて食べるのはもちろん美味しいんですけど、表面を揚げ焼きにして生姜醤油で食べるのも絶品です。柔らかめの食感のガンモと比べると、お出汁を吸う量は少し控えめかなと思います。見てください、このぎっしり感、結構食べ応えがあるんです。夏場は夏おでんにして冷やしたお出汁と一緒に食べても美味しいです。がんもってどうしてもおでんのイメージがあるので冬場のイメージ強いと思うんですけど、一回炊いたものをこうやって冷やして食べるとより豆腐の甘みや豆の甘みを感じるのでおすすめです。こんな感じでみぞれあんにして食べても美味しいです。脇役にとどまらない主役になれるがんもです。はい、では最後5品目ご紹介します。こちらです。春月のおたふく豆、煮豆です。はい、こちら今はあんまりやってないんですけど、結構昔試食販売とかですごく人気の出た商品で、かなりねリピーターの方が多い商品です。こちらそら豆を、甘く煮たものなんですけど、すごくね粒揃えが良くて、こう煮崩れることもなく、もう見た目も味も間違いない、そんな商品です。春月は大正10年創業の超老舗メーカーで、今年でなんと創業100周年を迎えました。そんな春月を代表するのがこのおたふく豆です。そら豆を甘く炊いた煮豆なんですが、これがもう絶品です。豆は海外産のものを使用しているんですが、これは国産のものだと粒が小さすぎて、このおたふく豆には合わないんだそうです。大粒なんですが、豆の芯まで蜜が染み込んでいて、もう噛むたびにしっとりとした上品な甘みがたまらんのです。春月自体、百貨店にも商品を卸しているかなり品質も味も認められたメーカーなんですが、それを成城石井でゲットできるのは本当に嬉しいです。こんなに大きいのに煮崩れていないので、食感も楽しめる、まさに贅の極みのような煮豆です。
これ煮豆作られる方はわかると思うんですが、皮を破けずにここまで艶よく炊くのって結構難しいんですよね。その辺はまさに職人の技術を感じます。我が家では主に箸休めとして食卓に並ぶことが多いです。春月はもともと旅館を営んでいて、当時はお茶受けとしてこの煮豆を出していたそうなので、緑茶と一緒にお茶菓子としていただくのもまたおつな感じがします。そしてこのおたふく豆には裏メニュー的な商品があって、製造途中で煮崩れたものだけをパックした煮こわれという商品があります。崩れたものだけをパックするのであまり市場には出回らないんですが、崩れた分中の中まで蜜が染み込んで、そりゃあもう絶品です。見かけた際はぜひ手に取ってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。久々の商品もあったんですけど、今回特にお勧めしたいのが春月のおたふく豆です。やってることはすごくシンプルなんですけど、そのシンプルの質が高い、そんな印象の商品です。こういったあまりメディアで取り上げられないけれど、実は百貨店レベルの商品だったり、何十年と愛されているロングセラーの商品だったり、はたまた最近の流行を取り入れた流行りの商品があったりと、多種多様な商品と出会えるのが成城石の魅力かなって思います。今後も定期的にこういった商品の発信もできたらなと思うので、よければまたお付き合いください。少しでも参考になったよという方は、高評価やコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。私のインスタグラムでは商品一つにスポットを当てて、商品のこだわりや歴史、ちょっとした雑学なんかを発信しているので、よかったら遊びに来てください。今回はこちらで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画で。バイバーイ。